マインド発給第2話。それではやってまいりましょう。今回の人格破壊アドベンチャー、一体どうなるのか。ケース2、ライスかパンか、やってまいりましょう。ワクワクしてくるな。ごきげんよう、いとしのドクター。今日も麗しいハック日和ですね。あなたはマインドハッカー、この世をバグの脅威から救う存在、いわば魔王に打ち勝つ勇者数、いわばなのこれ。え、そんなに。誰よりも優秀で誰よりも価値のある人間、あなたのソースコードは特別。でもこの花がちょっと物語ってんだよな。マインドハッカーの心を乱れよ、ちょっと今。ですからあなたにはこの説で、あなたにだけ選択の権利が与えられています。そう、昼食をパンにするかライスにするかを。重要かそこ。まあ、じゃあライスで、ね、いつも通りのパンでいいですか。私の愛しい可愛いドクター、こんがりトーストにしますからね。はい。え、洗濯ないんだけど、ちょ洗濯させて。私はフォーマットにバターといちごジャムをつけてと答えた。めちゃくちゃうまそうじゃん、いちごジャムバター。そうしますとも。それではドクター、これが今日の接続のための仕様です。目を通したらすぐにデバッグルームへ来てください。そうそう、あなたが注文した新しい花も届いています。部屋の前に置かせますからね。え、今回どうやさんだろう、気になるな。まずは資料見てみようか。教団ね、教団について、ラゴム教団について。ラゴム教団は近年勢力を伸ばしている新興宗教団体です。ほう。10年前の特 A 級バグ発言未遂事件を魔王の降臨と呼称し、魔王の降臨、めっちゃやばくない。再発の危険性を煽って信者を集めました。教団はバグの暴走を人間の欲望の暴露と指摘しており、ついの記念として周年を美徳としています。ああ、収納をね、美徳としてんだ。何でもかんでも縛っちゃうってこと。人間の体も縛っちゃう可能性あるってことこれ。世間的には、教義の一環として、無許可の集団 G 行動、信者からの金銭搾取などが知られています。また特 A 級バグに対抗し得る人物を勇者と呼称し、その到来を待望しているようです。なんだろう、犯罪者を裁くダークヒーロー的なことを勇者って言ってるのかな。ラグム教団聖典より抜粋、命あるものは皆無期へと帰り、無くなる器となるべきなのです。これさ、マジでさ、なんかこう聖なる箱みたいなところでさ、人間をさバラバラして詰め込もうとしてるとか、そういう教団。組み立て可能で持ち運びやすい姿こそ神が与えた真の形。あー、やっぱそれっぽいな。私たちは神の机や椅子となり、苦しみのないラゴムシの身へ収納される日を待ち望んでいるのです。そんなことある。ラグム教団の見解。この度の事件については当教団の活動内容と一切関係ございません。当該の人物は過去に除名済みであり、当教団に在籍するものではないと認識しております。また山村容疑者の主張は当教団の脅威とは全くかけ離れており、私どもの活動に関連はありません。私どもは事件について強く募りを感じるとともに、被害に遭った4名について大変深く心を痛めております。以降のお問い合わせに関しては返信いたしかねますのでご了承ください。これ聞き離されてない、山村。なるほどね。どうか出るか。教団のためにやったって言いそうだね、その場合は。山村は、あ、先生おはようございます。フォーマットからクロー大支給、
先生の部屋に東京にって言われまして、ここ置きますね。ずいぶん厳重な梱包の段ボールですね。よいしょ。大丈夫か？割ってないか？あの先生、このいかにも重要そうな荷物、ひょっとしてマインドハックのための大事な装置なのでしょうか？いや、ただの花だが。君には関係ない。あ、ちょっと乱暴になってる。ちょっとこっち、いや、まあこうしようか。新米隊員、私の荷物が何であろうと勝手だ。そうそう、ラベに書いてあると答えた。いや、それ、すいません。あ、本当だ、荷物に花って書いてありますね。花？え、花の？そうですよね、先生はお花が好きだとレベッカ隊長がおっしゃってました。先生、失礼しました。特撮の荷物なんて重要に決まってますよね。重要だからこそあくまでも中に入るただの花という定義で扱うべきだと、ホットフィックス隊員として抜け取りました。以後気をつけます。じゃあ多分この新米隊員も悪いやつじゃないんだろうけどね。多分そういう扱いがこの先生と言われる人物に対しての心を徐々に蝕んでいってる感じあるよね。先生、俺もっと先生のお役に立ちたいです。隊長みたいな人になりたいんです。人に迷惑をかけるために言ってるような極悪人どもへ思い知らせてやりたいんです。ずっと夢だったんですよ。悪党どもが自分で心を入れ替えるなんて絶対無理ですから。人の悪意そのものを消して二度と他人を傷つけられない人間してやれるなんて、マインドハックは理想の技術です。俺ここへ来れて本当に良かったです。いや、こいつもすぐやべえな。いや、こいつもやべえぞ、言ってることは言うてやばいぞ。俺強くなりたいんです。自分は正義を守護者なんだと自信を持ちたいんです。これでもハックするんじゃない、こいつのこと。悪党と戦うにも俺には何の取り柄も威厳もないのです。はあ、先生、俺先生や隊長のことを心の底から尊敬してるんです。どうしたらあんな風に悪党と真っ向から戦うようになるんでしょうか。先生はどうやってマインドハッカーになったんですか。私は生まれつきの大天才なので、なろうとしてなれるもんじゃない、参考にはならないよと答えた。いやいや、鼻につく言い方だな、こいつはこいつで。才能ですか。そうですか、そうですよね、全部ソースコードに書かれてるんですよね。やっぱり人って生まれた時からそういう人間になるようにできてるんですよね。指令書に人間の精神は機械のプログラムみたいに全部解明されて書いてあって、でも分かります、悪人の頭の中には最初から悪人って書いてあるんですよね。人を傷つけても何も感じない奴らはどこかぶっ壊れてるんです。自然に治ったりなんかしません。いや、これも相当な思い込みではあるよね。そしてそれを変えられるのは唯一マインドハックだけ、そういうことですね。まあでもこの場合はそういうことに答えられるのか。一生隊長みたいになりたくても俺悪人じゃなくてよかったです、そう思います。いいことなんか悪いことなんか悩ましいな。いや、新人、先生と話したか、よかったな。先生、こいつこの間からずっとあんたに聞きたいことがあるって言ってたんだ。は、隊長、おはようございます。あ、その荷物私が持っていくからいいって言ったに、重かっただろう、一人で。ありがとう、助かるよ、先生の大事な花だからな。いや、とんでもないです、このくらい全然良いですよ。はは、頼もしいな。先生、今度は何買ったんだ。レベッカちゃん、チーズ。待って、もう壊れちゃってる。いや、私は隊長に中身はトップシークレットでとてもここでは言えないと囁いた。あ、そうなの、すまない、てっきりいつもの大きなお決まりかと思って。あんたが花色を頼むなんて言って難しいな、10年で初めてじゃないか。私にも言わない秘密なんて
よっぽど大事なものなんだろう。聞かないでおくよ。それってやっぱりダベル通り花なんじゃ。さあ行こうか。フォーマットが待ちわびてる。はい隊長、行きましょうか。先生、先生、やっぱり花なんですか。あれフォーマットが最重要優先荷物って言ってたんですが。え、そんなことないですよね。あの厳重さでただの花。あ、いえ、失礼しました。デバッグルーへ向かいましょう。向かっちゃうんだ。フォーマットが可愛いんだよな。さてドクター、今日もあなたの指紋に期待していますよ。これはあなたの4982回目のマインドハック業務です。私の愛しいドクター、マインドハッカー側の端末に腰掛けてください。はいフォーマット、素敵ですよ。今日もマインドハッカーぶりが様になっていますね。ホットフィックス隊は構成対象を入手させてください。今日はどんなやつなんだ。なんだ、なんか足跡がやばそうだな。あ、こら、勝手に先行くんじゃない。先生に近づくな。なんだこれ、ここに座、いやもう座ってるんだよな。何、すごいキングっぽい座り方なんだけど。バターナイフよ。人は見た目ではない。神は物体の本質を見ておられる。しかしその刃はいささか生蔵のようだ。バターナイフ、私は構成対象にバターナイフは切れやすいとかないのではと尋ねた。そういうところがバターナイフたるゆえなのだ。刈り染める形だけの刃、細々とした柱ナイフやフォークに紛れてしまいそうな華奢な姿。マインドハッカーとはよく尖ったキッチンナイフでなくては。ラグムシンはお前を台所に置かれない。だがあえて名乗ろう。我が名はイーブリック。我こそはラグムシンのキャビネット。け、なんだ、網ってことか、浮き網か。キャビネット、ラグム教団では信者の階級を家具のサイズで表すそうだ。じゃあ椅子とかベッドとかもいるんですかね。ベッド、お前ペーパーナッピンの分際で金でそのような言葉を口に出して許されると思うな。くっ、なんかバカにされていることだけはわかる。私はラゴムシン、身も心を下げた純粋なる神の家具。まだ組み立て可能の域には達していないとはいえ、いつかなる。持ち運びの自由さでは唯一無二の選ばし人、その私でさえキャビネットなのだ。お前がベッドなのと、ベッドなどと、あー神よ。無理をすまない、ラゴムシンについて私よく知らないんだ。話を聞かせてもらえないか。おのれの無知を知るサラボーリオなれば語ろう、ラゴムシンの教えよ。何、 BGM めっちゃいい感じじゃない。サラダボール、神は無機物であられる。だが人は愚かにも肉を持った生き物だ。肉には精神が宿る。肉が腐れば精神も腐る。不肉には虫が湧く。人の弱き心に邪悪なバグが生まれ、それが集まって魔王となる。なるほど、魔王は人から生まれ人を犯す。混沌の世を救うために私たちは肉と心を捨ててムキになるべきなのだ。私たち人の子は皆純粋な物質、汚れなきムキ、神の家具となるために日夜修行を重ね、ラゴムシンに祈らればならない。そう、こんな風に。何？相談する。やばくない？それ、祈ってんの？踊ってんの？何？こう、指さして、働き猫みたいになってるけど大丈夫？これ。硬い向きである神のために、
我々が汚れた肉体を生かせる唯一の善行、それはその身をクッションにするということだ。ほう、アホなのかなこれは。神の向きの家具となれば、肉と心の苦しみから解き放たれ、高級の安寧を得ることができる。さ、今からでも遅くはない。あなたたちもラゴム神を信じるのだ。共に組み立て可能な家具となろう。空気するだけでジンが救われたらこんな人いらねえんだよ。あー、やはり哀れな救いがたき特売って王のペーパーナプキンよ。誰がケツに補充でたまたま来れただけの平均平成も全然足りない使い捨てをスタッパ単位だ。なんでわかんの。あれ、新人そんな風には言っていない。なんとか解釈したことはもしかして、あれ、こいつラグボン組織ある新米単位だがラグボン氏は慈悲深い。お前のようなありふれたものさえもおしゃれな詩として置かれるだろう。くっ、先生騙されないでください。こいつとんでもない凶悪犯なんですよ。こいつ何したんだ。そうそう、資料によればラゴム教団からはとっくに破門されてるんです。アマホントはミートイダーがきしむ。私は真にラゴム氏に尽くしたのだ。いつまで不肉を捨てる勇気もない密閉袋やすりどもと同じ棚に並べないでいただこう。イブリック、いや同じ大学に通う信徒を4人1人ずつ呼び出して、彼らを箱にしてラゴム教団の本部に宅配で届けたそうだね。そうだ、組み立て可能な運びやすい形にした。どうして彼ら運んだんだ。君の親しい友達だったと聞いているが、彼ら確かに大学の先輩だった。私の信仰を道で誘ったのは彼らだった。だが今は違った。彼らの中にはおぞましいバグがあったのだ。だから箱にした三角をバグ。私は彼らに真の信仰の形を説いた。でもあいつは誰もまともに話を聞こうとしなかった。彼らは私の新しいエルイニコの前に醜い正体あらわにしたのだ。ベニヤ糸、ハッタキョウ、生肉を薄っぺらい精神のこと言ってんのかな。ああ、組み立て可能でもちろん運びやすくなり、彼らは正しくラゴム神のおいえ収納されることになった。私は神の家具になる手助けをしただけだ。手取り、足取り、凹凸を取り、私は神のお墨に従ったのみ。もちろん神は喜ばれた。彼らも本望のはずだ。あ、めちゃくちゃ嫌がって。先生こいつやっぱり狂ってますよ。まあ、人を解体してる時点でも相当狂ってるけどね。そうだな、拍手を。私はフォーマットに早くこの凶悪な構成対象への結束を開始しようと伝えた。今日のあなたはマインドハックに積極的ですね。詳しいそう、ドクター。いや、どう見てもやばいんだもん、こいつが。やばいでしょ。あなたの手でこの恐ろしいバグの保有者から脅威を取り除くのです。私とあなたで力を合わせ、共に世界を救いましょう。ここに構成対象の資料を取得しました。観察は十分に進んでいます。独立することはありません。時間を無駄にしてはいけませんよ。これ以上の詳細不要です。目だけ通してください。早く次の工程移りましょう。名前、コウスケ山村、イーブリック。男性、年齢20、若いな。身長173センチ、54キロ。学生だ。あ、先輩って言ったもんね。20歳で4人やってんのか、やばいな。罪状は殺人、死体損壊、遺棄、危険によるバグの保有者と判明しました。それでは接続開始します。ドクター、ショックに備えてください。またナイフよ。私は神のミキオンキャミネット。私の声は防虫加工済みだ。わけのわからないこと言いやがってこいつ。ならば俺が殺虫剤を撒いてやろう。あえて
私に虫などいない。正義を問うなればその手で私を切り裂いてみせよう。ああいいのか鉄族。うっげっ、気持ち悪い。私はキャビネット、痛みなど感じはしない。いや感じましたよ、どう考えても今絶対感じ取ったって。何これ、ここどこ、えっ、もう一回届け始めてんじゃん。えっ山村くん。またライクよ、何をしても無駄だ。私の進化は揺らぎはしない。まずは対象を記憶を見よう。準備ができたらハックを始めよう。見るか、オープン。はい、何があるんだろう。最寄りのコンビニまで徒歩80分、営業降雪量全国つまけナンバーワン、近所は全員漁師の幼なじ、全員漁師の幼なじ、すごいな。夕食は毎晩決まってやたらと味の濃くて甘じょっぱい不格好な煮物、まずそう。まずで、しわくちゃんジーパードマ、みんななるすけ僕をこうちゃんと呼ぶ。妹みちゃんすごいね、それに比べてこうちゃんは何も取り柄がないね。みっちゃんは勉強もできるし器用もいいし、剣道でも手裏でもいつも金賞を取るのにね。こうちゃん家を継いで盛り屋さんになるのかね。あの子不器用だけどね。誰がなるものか。僕の場所はあんなに小さくこいたねえわらぶきハウスではない。あのど田舎で剣道で手裏で努力して、それが一体何の役に立つ。僕はこうちゃんなどではない、親に押し付けたただの文字だ。我が真の名はイーブリック。神様だけは本当の僕を見てくださり、僕を使いやすいおしゃれな家具としてお家のアクセントにお選びくださる。だから僕は誰よりもラゴムシに尽くす、僕は優秀なキャビネットなんだ。ダメだこれ、そう思い込みたいやつだこれ。心をちょっと破壊させてもらえよ、見せてもらえよ、さらに真相ね。君の田舎に話の相手なんかいなかった、誰もどこにも本当の僕を見てくれてなんていなかった。ミキと僕を比べない人が欲しかった。僕はネットの掲示板に通い、都会に住む乙女た女性と親しくなった。おい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 、なんだそのなんかちょっとムグフなやつは。とてもとても親しくなった、毎晩メールを書いた、僕の胸は踊った、返事が本当に待ち遠しかった。地元の学校に住む落ちた僕を両親もビキも粗大ゴミみたいに扱った。でも彼女だけは僕を応援してくれた、めっちゃいい人じゃん。てか心の鍵でかかってねえじゃんお前が。コウスケ君頑張って、あなたはできる、きっと受かって私の町で一緒に暮らしましょうって。この人のところへ行こう、この人のために絶対頑張ろうと思った。大学に受かったらこの人に会えるんだって。それで狂ったように勉強した、頑張った、僕はとうとう夢を叶えた、受かったんだ。彼女に最初に伝えたかった、都会の学校に帰るんだ、憧れの街で憧れの人と一緒に暮らすんだ。苦労して貯めた貯金を全て下ろし、バラのハートを買って、初めての列車に乗って、僕は彼女を待つ街へ向かった。めっちゃなんかここまでは頑張ったねっていう感じだけど、山村めっちゃ夢を叶えるために頑張ったじゃん。何があったんだお前。彼女が住んでるアパートへたどり着き、合格通知を握りしめてドアをノックした僕はずっと騙されていることを知った。僕みたいな田舎者を狙った詐欺だった、彼女は実在しなかった。えぐー、どうも、まあ、どうも大学行くぐらいまで勉強できればいいんじゃないの。胸が張り裂けるなんてもんじゃなかったですよあの時は。いやかわいそうだなそれは。でも人を殺したらダメでしょ。それどころかそこは詐欺グループの事務所でいかつに一つに囲まれて、身ぐるみ剥がされ、ポケットの小銭だけ残して僕は都会の真ん中に放り出された。全財産をどうして愛を失い家もない途方に暮れた僕を救ってくれたのは
大学のオリエンテーションで出会ったラゴムシンの4人の人たちだった。いや、これは最悪な出会いではあるな。最高で最悪な出会いだな。そう、神が僕を救ってくださった。人間に心など感情などいらない。身をもってそう教えてくださったのだ。なんだこいつ、きつすぎる。コスケ、コスケ、教えろお前の気持ち。僕は選ばし者だ。僕こそが魔王を封じるキャビネット。ただ妹ミキが隣にいただけだ。ミキがいたせいで生まれた場所が悪かっただけで、僕に欠けているものは何もない。ラゴムシンだけは僕を正しくお使いくださる。僕をキャビネットにしてくださる。そう信じ込まざるを得ない状況ではあったんだな。人は愚かだ。どうしてキャビネットに壁を塗らせようとする。どうしてキャビネットに剣道をやらせようとする。僕は磨けば光るアルミニウムスチル混合石なのに、どうして組み立て説明書を読まずに分かった気になって右と左の図板を取り違える。僕を差別させたのは知見も何もないダサくて土臭い田舎の湿気なのに。ただミキが僕より少しできる子だったというだけなのに。僕は頑張ってるのに、なぜ、どうしてジャビリンと妹を比べようとする。ラゴムシンは答えてくれない。ラゴムシンの前でだけは僕は正しくキャビネットだから。これは深いですね。幼少の頃のトラウマによって作られてるなこいつ。確かにずっと比べられ続けてて、で唯一見出した希望が裏切りだったって考えると、それにすがりつくの分かるな。それによって壊れちゃったのか。ゲットパーミッション。さあ見せてごらん、コウスケ。ラグムシンの人たちは教団の教えを固い広めようと僕に使命を与えた。僕は嬉しかった。神様、僕に正しい南向きの角辺を与えてくれた。みんなが神様を信じれば世界は平和、完璧な平和になる。みんな家具になるべきなんだ。みんな心なんかなければ幸せになれるんだ。どう、待て山村、おかしいだろ。お前でも幸福になりたいと言っているその気持ちっていうのはここにあるんじゃないのか。少し矛盾してないか。感情を持ってる時点で心を持ってしまってるじゃないか。努力を誰かと比べたり何か憧れたりなんてしなくていい。神の御家ではみんな向きになれる。僕はみんなを幸せにしたい。僕が神様に救われたみたい。みんなを助けたい。だからこんなに一生懸命やってるのに、毎日お祈りも修行も人の倍してるのに、こんなに頑張ってやってるのに誰も真面目に聞いてくれない。ミキが喋ったらきっと信じるのに。ミキが喋ったら、あの人たちは僕をここに招き入れてくれた。先輩たちだけは本当の僕を知ってくれたと思ったのに。都会に生きる賢くておしゃれな人たちなら違うと思ったのに。みんなのためにやってるのに、どうして箱にならなきゃ分かってくれないんだろう。でも自分の言ってることで相手を納得させれないから、納得させたふりをするために箱にするってとこを考えると、相手に考える力を奪って、自分にとってはイエスマン、本当心をなき人間にしようとしてるだけの、ただの独裁者と変わらないんだよねこの場合は。それを山村は多分分かってないんだろうね。神様だけが僕の話を聞いてくれる。神様だけが本当の僕を見てくれる。ラゴムシンだけが僕を僕にしてくれる。違うぜ山村、お前の心壊れちまってるぞ。それでは始めよう、ドクターマインドハックのお時間です。壊そうかお前の心。参ります。やっちゃった、頭痛い、喉乾いた、やばい。検索、ブルーシート、箱、ノコギリ、収納、デコボコ、取ったもんね、折れない、硬すぎ、骨のことは、
どうしよう、お祈り、重い箱だね、キモい、へっとり、あっとり、いけるかも、パーク、効率化、2人目、3人目、4人目だ、梱包、速達、教団じゃない、美しい、ご覧なれ、頑張った、僕を見て。結局これなんだよね、自分も見てくれないことで認めてくれないからやってるから、究極の自分勝手だよねこれ。素晴らしい働きです、ドクター。構成対象のバグをうまく無害化できたようですね。それでは仕上げです。二度とバグを生まれよう、対象精神を書き換えてください。これだか、これで終わりか、やはり大したことないな。哀れなバターナイフよ、おねの過ちを悔い改めよ。我が名は、我が名は、我が名は、え、あれなんだっけ、おかしいな。ドクター、構成対象バグは何によって構成されていましたか。僕を見てだ。よろしい、ではそれを書き換えてください。お前よ、俺は見ない。やめて、開けないで、物を入れないで。お前という空っぽの箱に今から物を入れてやる。ほら、なにこれ、花、いりません、しなかさないで、いじめないで、花がちょっとやめて、いらないってば、頭が、隙間が、羨ましかっただけなんだろ。そうだよな、ミキが羨ましかったんだろ。お前もみんなに認められたかったんだよな。誰がそんなこと思ったことないです、そんなこと一度も。あるよな。いや、待って、すいません、僕今嘘をつきました、やめて。だってそんな、そうだよな、ああやめて、僕だってそれだけをずっとそのために、ああやめてってば、消さないで。僕は明日からどうやって生きていけばいいんですか。すいません、ごめんなさい、花やめてください、花やだ、花詰めないで、これは神様の入れ物なのに。助けて神様、神様、僕の神様、名前、ラゴムだよね。ああ、これも消してあげよう、お前の記憶から全て消えてきれいになるんだな。神よ、お助けください、神よ、助けてください。私はどうして、僕なんだっけ、思い出せない、なんで、怖いよ、僕なんであんなこと言ってたんだっけ。すいません、僕ちょっといろいろわかんなくなっちゃって。え、ちょっとなんかしようとしてないですか、その手何。ほーら、フィニッシュだ。さ、今回はどうかな、山村くん、壊してあげよう。え、なにこれ、ドクター何かしたんですか。大事な部分も取っちゃったから、なんかうまく人格が回れないんだ。ミキ助けて、怖いよ、大輝、ミキ助けてよ、僕消えちゃうよ、ミキやだ、構成対象の安定性が自粛乱れているようです。結束を解除します。多分花の花火を引っ張るように人の心も引っ張ったらどうなんだっていう、これ好奇心でやってるんじゃない、先生も。そういうこと、これ。
いやー、おい、どうした先生、こいつ急に叫び出して。ドクター、ハックは完了したようです。テストのため何かアクションを。大丈夫こうちゃん、うわ、壊しておいて。これか。そしたら構成対象にこうちゃん大丈夫とさせた。これあれじゃない、幼児化するんじゃない。はい、大丈夫です、大丈夫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 って言ってますけど。医務室運ぶ、新人ドアを開けてくれ。あ、はい隊長。これ絶対先生壊しちゃったじゃん。これドクター、あなたは、あなたはそう、とうとう精神を無害に変換するだけでなく破壊することを学んだのですね。分かってるんだフォーマットは。え、それいいことなの？何何何そのパフパフ、すげえ気になるんだけど。素晴らしい、私が教えるまでもなく自ら思いついたのですね。さすがです、私のドクター。あなたはいつも私の期待を大きく上回ってくれます。その調子ですよ。そうしてもっともっと優秀になって共にバグから世界を守りましょう。これ犯罪者全部消してしまっていいそうじゃない、これ大丈夫？結構危険なそうじゃないこれ。私の愛しい可愛いドクター、今日の接続は完了です。オフィスに戻って構いませんよ。はいフォーマット。え、山村これ完全壊されただけだよね。私は自分のオフィスに戻っていった。フォーマットにベラベラに褒められた。横観察書類を見よう。最初のカックは完了しました。横はやや不安定な状態のようです。通常のハックを見られる筋肉の弛緩状態が観察される。過度の緊張から来る硬直が続いています。処置の前には担当単位への挑発や言動や積極的な発話がやりましたが、現在は震えと発汗が止まらず沈黙しています。本当はでも妹のことを羨ましがってるんだけど、それが羨ましいっていうか、まあ、破壊されなかったら妹とやっぱ仲良くしようって気持ちのところが抜け落ちて、ただただ妹が怖いっていう発想になってしまったってことだから、感情の置き換えが行われた、もしくは欠落によってポジティブの分がマイナスになってるから、そこら辺でいじられたって感じなんだね。呼びかけに対する応答が困難で同じ言葉を繰り返す、呼吸が乱れる、不自然な発声などの症状が見られます。従来の発酵現症状は見られない、経過が続いているため注意深く観察する必要があります。なるほど、まあいいでしょう、私には関係ないことですからね。山村君、いやホー君かな。私は書類を束にして引き出しの中にしまった。さて今朝届いた花の水を変えようか、給油室へ行こう。先生の顔気になるな、どんな感じなんだろうなこれ。大丈夫です、本当に大丈夫ですから、どうぞお気になさらず。しかし見過ごすわけにも。確かに山盛りに付き合ってて昼飯は食べ損ねましたか、だからそれはいくらなんでも。あ、先生助けてください、隊長がご自分の弁当をほとんど俺にくれようとするんです。いや、お前に山を任せちまったのは私だし、そのせいで。先輩が飯は絶対抜くな、特に隊長前ではって言ってた理由が分かりました。え、山村ですか、医務室で伸びてますよ、抜け殻みたいになっちゃって。先生の手にかかると本当にみんな別のようになりますね。いや、これだんだん恐怖の対象になるんじゃない、新米の。怯えて振り上がってました、最初はあんなに何気ギラギラあったのに。わかる気がするよ、心の支えを失って怖くなってしまったんだろう。ラグムシンが心の支えだったけど、でも根幹にあるのはミキに助けてほしい気持ちだったんだろうな。
誰かを信じて打ち従うのはすごく安心することなんだ。正しいかどうかともかく、何かに身を任せている間はどんなにひどいことをしても恐れを忘れられる。だってその人のためだもんと思ってやってるからね。でもそれに気づいた時、失った時、自我の崩壊を起こすことは間違いないのにね。そう思うと罪深いね。何かを信じさせるということは。恐れですか、会長にそんな経験が。怖いもあっていくらでもあるさ。フォーマットの指令とか昔いろいろあってね、怖くて途方に暮れていた私を先生が助けてくれたんだ。そう、ちょうどそのお前が立っているその辺で花瓶持った先生とぶつかって。懐かしいな、もう随分経つな先生。指令？昔？え、それってもしかしてホットフィックスがまだ警備隊になる前のことですか？悪党連中と直接やれてたという時代の。ああ、そうだ、その子はまだマインドハックの技術がなくて我々が自らバグと戦っていた。へえ、道理で。なるほど、隊長の威厳にも納得です。それで実際隊長は悪人どもとどういう戦いを。差し支えなければぜひともお話を。いや、やめておこう。とても胸を張って言えるようなことじゃない。ほら、もうじき交代の時間だろ、早く食べた方がいい。すいません、つい熱くなってしまって。あと、この弁当はもらえません。俺、走って飯買ってきます。では、失礼します。突き返されてしまった。仕方ない、ため流れすまないな先生。それ、今朝あいつが届けた花か。あいつホットフィックスが憧れだったって言ってただろ。知らない方がいいこともある。あ、美味しそうな唐揚げ。待ってて、先生はあなたこと覚えてるか。覚えてるかどうか。いや全然。私は隊長になんだっけ、全然覚えてないって答えた。ははそう言うと思った。あなたは忙しいからな。人のことを忘れられるのは強い人間の証だよ。知らない人間の記憶を読んで全部覚えてたらおかしくなってしまう。なあ先生、あんたは毎日に他人の心の景色を見てる。私は山を見るが好きなんだ。季節や日差しや空の色、景色はそれを取り巻くものでできてる。角度を変えれば眺めば変わる。毎日通る道でさえ全く違う時に感じることもある。バグはどうだろう、何を人格のエラーとみなすかは人の判断に委ねられてる。人が人を裁くのはおかしいことじゃないですかっていう話になりますね。こうなってくるとバグが誰かを傷つけるのは間違いない、恐ろしいことだ。でも何がバグに見えるかは光の加減で影の形が変わってみると何が違うんだろう。あんたが接続してみたものと私が山村に感じたものは同じ景色だったんだろうか。人は向きになるべき、心なんか最初からなければよかった。私も同じように願ったことがある。もうずっと昔のことだ、曖昧にしか思い出せないけれど。ハックされてんじゃないこれ。ああ、いや、それだけはあんたの方がよく覚えてるか。レベッカ隊長、警備本部行ってください。緊急の要件です。あ、呼び出しかっちゃった。繰り返します、レベッカ隊長、至急警備本部行ってください。緊急の要件です。おっと、こんな話フォーマットに聞かれたら首が飛ぶな。リアルに飛んできそうだね。冗談だよ。それじゃあ先生、私はこれで。あんたも昼食はちゃんと食べなさい、機械じゃないんだから。機械じゃないんだ。え、俺一瞬機械と思ってたわ。フォーマットがオフィスに食事を用意してくれているはずだ。部屋に戻ろう。そうだよな、悪の加減って分かんないよね。それは本当にそうだよね。いや、こればっかりやね、むずいね。
何が悪なんでしょうね。でもそれを真っ向から感じ取っていくことで多分この物語は完結するんだろうけど、最後にマインドハックで人を壊すことを覚えてしまった先生がどういう結論に至るかっていうのをすごく気になりますね。いやーこれは気になる、本当に気になる。デビューしよっか。それでは第2話、ホークンのお話でした。悪とは何かをね。そして立ってる場所が違うとまた見えるものは違う。そう、やっぱり人によって意見ってその人がそれに対してどう思ってるかで変わるっていうのをね、すごくわかるんで、今後もお楽しみ。それではまたよかったら見てください。マインドハック第2話でした。よければチャンネル登録もお願いします。ミントスでした。またね、バイバイ、 See you。